マーヒル、マーヒルは内戦状態のソマリア内で2007年1月から2008年4月にかけてプントランドからの独立を宣言していた自治州。正式名ソマリア・マーヒル州。ソマリア北部の海岸戦争にあり、西のソマリランドと東のプントランドの中間に位置する。2009年にプントランドに再統合したが、その後も、 ソマリランドとプントランドの間の紛争地域になっている。人口7万人、面積4万5000キロ平方メートル、人口密度15人、軽平方メートル。後にマーヒルとなる、この地域は、内戦前には、サナーグ州と呼ばれており、近年になって、ソマリア各地から、ソマリ族の大士族、ダロットの士族が集まってきていた。ワルサンガリ士族は、 ダロート氏族の氏族ハルティの海氏族である。ハルティはソマリア内戦中の1991年から独立をかけてソマリア中央政府と戦い、1998年にプントランドとして国際的には未人であるものの独立を果たした。ところがプントランドは独立宣言して以降、ハルティの一部族であるの事実上一党独裁の形となった。ソマリ族の構成については、 ソマリ族主な氏族を参照。ワルサンガリ氏族は、マジーティーンの独裁に反抗し、自分らが住むサナーグ一帯をマーヒルと呼んで、自治権を持った州にしようとしたが、プントランドはマーヒル州の存在を認めなかった。サナーグには、油田が存在する可能性があり、プントランドにおける石油採掘、プントランドはそれを外国資本に売却しようとしていたためであった。 ワルサンガリ氏族は採掘による砂漠化と環境破壊を嫌ったが、当時プントランドの大統領だったアッテムサは2005年頃からこの権利の売却を図った。プントランドはワルサンガリ氏族の意向を無視してサナーグニゴエ付きの油田調査隊を送り続け、それに対抗してワルサンガリ氏族は自警団を作った。両者の争いはエスカレートし、2006年3月には ミジャヤハンで武力衝突も起きている。2006年4月、プントランドはオーストラリア籍の油田調査会社レンジリソース社にサナーグでの油田調査権認めている。2007年7月1日、ワルサンガリ氏族は中心都市バハンでマーヒルの独立を宣言した。大統領にはジブリールアリサラドがなった。ただしサナーグの支配権を主張するソマリランドと プントランドの双方から認められず、両国から攻撃されることになった。2007年9月には、サルマニョが、プントランドの攻撃を受けている。当時のソマリア暫定連邦政府首相、アリー・ムハンマド・ゲイディも、マーヒルの独立を認めず、この地域はあくまでも、プントランドの一地域に過ぎないと宣言している。2007年10月には、プントランドが、ボサソ、プントランド北西部海岸の町から来た。 ワルサンガリ氏族のビジネスマン数名を逮捕したため、マーヒル政府はこの男の解放を要求して、ボサソに通じる行動路を封鎖する事態になっている。マーヒル州は、干ばつとソマリランドの侵攻が主な原因となって、立ち行かなくなり、大統領のジブリールが6月までに新政権を作る、ことを約束して、マーヒル政府の解散を宣言した。その後、ワルサンガリ氏族は、 一族の有力者アブデュラヒアフメドジャマ将軍を2009年1月に行われる第四代プントランド大統領選に出馬させることを条件にプントランドへの復帰を決めた。7月9日、ソマリーランドは海賊に拉致されたドイツ人の救助を理由にマーヒル北部のラスコレー港を数時間占拠している。2009年のプントランド大統領選では 別の候補アブデュラフマン・モハムード・ファロレが選ばれたもののアブデュラヒ・アフメド・ジャマも内務長官として政権入りした。ファロレ新大統領の宣言によりマーヒルはプントランドへの復帰が決まった。マーヒルの建国時の位置づけはプントランドと同様あくまでもソマリア連邦の一部としての自治州であった。国外に向かっても統一ソマリアを 再び建設するべきだとの主張を行った。また、マーヒル自治政府の権限はあくまで、マーヒル地区のみに行われるものであって、ソマリア全体の中長期的な計画は、ソマリア中央政府が行うべきだとも主張した。マーヒルは、市民社会であり、法のもとに、統治されており、ソマリアの伝統習慣であるヘールを守り、イスラム法であるシャリアを尊重することを建前とした。また、 自国の領土と人道支援の輸送供給を守ることを目的として、また国際連合開発計画をはじめとする国際社会及び現地 NGO の活動を助けることを目的として陸軍と海軍も設置された。また財務省を首都バハンに設置して国内の公共設備、とりわけラースコライ港を整備し、マーヒル州民間局の指導のもと、 適切な所有権や運営がなされている個人の事業活動を保護することも決まられた。さらには法務省を設けて、この地の伝統的な社会構造が原因でエスカレートする、種族間の対立を解消することを目標とした。マーヒルが統治下にあると宣言していた地域は次の通り、ブラーン、エダフトモ、ダマラ、ハガレ、エイルバ、独立後の2007年8月4日、 サラド大統領は閣僚7名を任命した。その一人、アフメット・シェイハ・サラーは健康上の理由から更迭となり、2007年9月8日に新たに4名が任命された。さらに2007年9月8日に7名が任命され、長官職は17名となった。この内閣はゾーヤションと呼ばれた。マーヒル議会は38名が議員となった。2007年9月5日。 ソマリア暫定連邦政権の議会でサナーグ地区代表議員のアシャーブダラはマーヒル自治州の設立を支持するとの意思を表明した。ただしソマリア暫定連邦政府自体はマーヒル自治州を承認も否定もしていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。